を決めれるようにちょっとやっていきます。期待しといて。はい、どうも、アセイです。本日、公式戦です。前から試合とか見せれなかったんですけど、リベンジャーズ同様所属チームのね、柏東亜82っていうチームの公式戦を見せたいと思います。でね、同じチームのパートナーがいるんで、ちょっと紹介します。こんにちは。髪切りました。準レギュラーのね、直成と一緒の湯浅壮太さんですね。どうですか、今日は。勝てそう。今日はもう勝ちますね。頑張ります。勝てば上位に一気に行くんで、ここちょっと勝って、あの、ね、関東リーグ昇格を目指してるチームなので、本気でちょっと自分も点決めて、ソータも無失点で抑えていけるように頑張っていきたいと思います。はい、もうね、試合始まるんで、プロの道で東のセンタリングと根幹のシュートっていうところを練習してきたから、そこを活かせるように、あとは点を決めれるようにちょっとやっていきます。期待しといて。
はい、お疲れ様でした。今ね、家に着いてお風呂とご飯食べ終わりました。でね、今日のね、試合を振り返っていこうと思うんだけど、今日の試合を通してやっぱコンディションが全然良くなかったなっていう、自分自身もそうだし、チームとしてもそうだなっていう風に感じました。あとはね、個人的には点とかアシストっていう結果っていうところは全然やっぱダメだなっていう風に思ってるのと、あとは前半ねシュート打てるシーンがあったのに打たなかったっていうのはずっと後悔してるかなっていうので、やっぱここをね後悔しないようにしないといけないし、やっぱ普段根幹を練習してるからこそ、じゃあそこで生かさないと全く意味ないと思うんで、正直ねあのカットインシュート打てば入ったと思うんだよね。だけどこれはただのタラレバになっちゃうから何も意味なくて、やっぱり根幹をすごい練習してたし、試合前にねあんだけ点決めるだったり、それを生かすって言ってたのに全然生かさなかったっていうのは、まだまだ自分の未熟さというか、やっぱまだまだプロに近づくためには全然まだ遠いなっていう風に今日の1試合をね通して感じました。あとはこれは言い訳にしたくないんだけど、今こうやってねプロを目指して本気でね YouTube を通してみんなにプロになる道っていうところで活動を見せてるんだけど、そことやっぱ東亜の社会人と自分のパーソナルトレーニングっていうところを両立するっていうのがすごい難しくて、だけどやっぱ自分で決めたからこそやらないといけないし、今日のね東亜のトップチームの公式戦の前に撮影があったんだけど、でもその撮影を言い訳にしたくないし、今後もね絶対そういうスケジュールはあると思うし、だからこそ自分に腹が立つというか、すごい今日体が重かったしコンディションが悪かったっていうのをチームに迷惑かけちゃった、監督含めチームメイト含め全てに迷惑かけてしまったのは本当に申し訳ないなっていうふうに思ってます。自分が点決めれば勢い乗るだろうし勝てるだろうし、それはねリベンジャーズも同じだと思うし、リベンジャーズで自分がね結果を残せばチームは勢い乗るだろうし、自分がやっぱ結果ゴールアシストをしないとリベンジャーズもね勝てないっていうふうに思ってるんで、そこがねエースになるために必要なことだし、やっぱその気持ちを持てるっていうことがだんだんねエースに近づいてきてるのかなっていうふうに思うので、ちょっとここをねもう一回自分で振り返って試合も見てねやっていきたいと思います。まだねチームとしては昇格降格もどちらともありえるので、社会人の方はね精一杯頑張っていきたいと思います。いつかねゴールしてる姿を見せれるように頑張っていくので、まあ今後ね引き続き応援の方よろしくお願いします。初めてこういう Vlog とか試合系の Vlog やったんで、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。